カルロビバリ州の一カルロビバリ州の文章カルロビバリ州カルロビバリ州はチェコのボヘミア地方西部に位置する州州都はカルロビバリカルロビバリ州は面積3314平方キロメートルチェコ国内で3番目に小さく2001年3月現在で30万4343人と人口が最も少ない州であるドイツと国境を接しており ザクセン州やバイエルン州との地域協力も行われている。州面積の43.1%は森林で覆われており、特にスラフコフの森は自然保護区に指定されている。主な産業は建設、エネルギー、工業、林業である。16世紀にはヤーヒーモフで銀山が発見され、ターラーの名で知られる銀貨の鋳造も行われた。 世界初のラジウム温泉がキュリー夫妻によって作られたのもカルロビバリ州で、カルロビバリやマリアーンスケーラーズニエ、フランチシコビラーズニエなど一帯に多くの温泉地があるため、関連企業に就くものも多い。また、陶器やガラス器、楽器の生産なども行われている。カルロビバリ州には3つの群に132の市町村がある。ありがとうございます。